Thank you.
しかし雨が下ると聞いて、一気にやる気をそがれました。世の中は不公平です。知ってた。急に空の奇跡が。もう前にやった時のこと忘れちゃってるのでは。ああ、すいません。マイクないって言ってんですけど、テキスト入力めんどくさいんで、レッスンの返信だけは、マイク使うって方向で。あと今回、アマミキ使わずに OBS のサウンドミキサー使ってるんで、ボリュームがよくわかりません。すいません。全力で適当ですね。大丈夫かな？マイク入力。ちょっと小さいですかね。まあ、後で自分の録画配信見てチェックしましょう。適当ですいません。監視に、お疲れ様です。山遊びに行っちゃうぞ。いいですね。私も寒くて外に出る気は全くありません。凍え死んじゃいそうですからね。雨が降る。なんか、あさってあたりから雨っぽいですね。私もちょっと、いろいろとめんどくさいですね。雪も嫌ですけど、寒い時期の雨は最悪ですからね。ね。ほんと。何かやる気があるときに限ってこういう風に天気が崩れるというね。というか空の奇跡とか、どれぐらい降りなんだって話がね。急に空の、そんな感じで、お疲れ様でございます。急に空の奇跡、もう前にやったこと忘れちゃって、3ヶ月ぶりぐらいですね。前やったときもなんか30分ぐらいで終わった気がするんで、もう、そういえば修道院に行く話だったなーぐらいの、感覚で、一番問題は、ストーリーを覚えていないよりも、キーバインドを覚えていないという、そこですね。そこが問題でございます。やっぱボリューム小さいのかな？外部ツールのレベルメーターだと、ギリギリ黄色ラインに、黄色ゲージに来るぐらいなんですけど、OBS の、レベルメーター見ると、レッドゾーンまで行ってるっぽいんで、多分大丈夫でしょうかね。まあいいでしょう。まあそんな感じで全く覚えていません。あとこのゲームバックグラウンドにすると音消えちゃうんですね。不便ですね。というか空の奇跡とかどれぐらいぶりなんだろう。およそ3ヶ月ぶりぐらい。去年12月19日ぐらいって書いてありました。はい。まあそんな感じなんで、ね、マイクの方、まあレスナーったらまたマイク挿入しますよって感じで。ゲームに続いていきましょう。ゲーム戦闘で戦闘でどれぐらいの火力があるのか覚えていないから本当に手探りですね。ゲーム音のバランスからすると音声が多いか小さい感じですかね。ちょっとバランス悪いかもしれない。音声1ゲーム音 2.6 程度かと。そんなバランス悪いですか。倍率結構上げてるんですけどね。じゃあこんなもんでどうでしょうかね。そうか、これ OBS のボリュームメーターが信用できないんだ。じゃあ、レベルメーターに任せるとしたら、今、OBS の方のマイクブーストは2倍に、今3倍かなに設定しています。でも、これでも、レッドゾーンいけませんね。もう、1倍増やそうか。
今、倍率的にはデスクトップのボリュームが1倍で、マイクボリュームが3倍ですね。4倍にしよっか。4倍ぐらいにしました。これで多少大きいところで、レッドゾーンに行くかなっていうぐらいですかね。設定画面はこんな感じですね。あ、今は設定できないわ。これですね。あ、潰れちゃって読めないかな。サウンドの倍率、ここで設定できるんですけど、今、倍率は4倍ですね。で、デスクトップは1倍。まあ、デスクトップの方はボリューム調整すればいいんで、音下げればいいんで、なんとかなるかな。ちょっと自分の話見てみよう。あまりにひどいんだと、さすがにあれですからね。マイクないと言っても、なんとかなるかな。さすがにね、ちょっと自分の話見てみよう。あまりにひどいんだと、さすがにあれですからね。マイクないと言っても、なんとかなるかな。さすがにね、ちょっと自分の話見てみよう。あまりにひどい。ボリューム的にはこんなもんですかね。ゲーム音と混ぜてみましょうか。だいたいこんな感じですね。今ヘッドホンから。3倍で実用。4倍で少しメガ明瞭に聞き取れない印象。ああ、ボリューム上げすぎて音が歪んじゃうんでしょうかね。そうか。となると、4倍にしましょう。3倍にしましょうか。ということはこれ、甘めに使った方がいいですね。あっちの方がもう使い慣れてるんで適当にボリューム調整できますしね。あっちはあっちで、ソースごとにレベルメーターついてるんで、あれが結構便利なんですよね。ちょっとゲーム音下げようか。ゲーム音85ぐらい。こんなもんですかね。ゲーム音85ぐらい。こんなもんですかね。まだゲーム大きいか。こんなもんですかね。75。ゲーム内の音を調整した方がいい気がするけど、まだゲーム大きいか。こんなもんですかね。75。ゲーム内の音を調整した方がいい気がするけど、まだゲーム大きいか。すいませんね。まあ、次回は、OBS 使わずに、山引き使っていきましょう。あちらの方が楽だ。やっぱ、専用ツールはやっぱり内蔵ツールより使いやすいですね。すいませんね。まあ、マイクは今日はあんまり使わない方向なんで、とりあえずこのまま行きましょう。どれ切ればいいんだっけ？ゲームキャプチャーにして、こうか。はい。
取りは大変ですよね。バランス取りが面倒なあまり、アナログミキサーでバランス取ってパソコンに突っ込んでます。最近はほとんど使わなくなりましたけど、環境の再構築はすぐできるのは楽ですね。それもいいですね。最終段のバランスさえ取っちゃえば、入力のバランスさえ取っちゃえば、そのまま音関係楽に弾けるのは羨ましいですね。うちの場合は雨引きの関係で、それの代理的な感じになってますけど、やっぱりその段階で調整必要ですし、面倒なんですよね。特にデバイス変えた時の手間さ加減、あとアップデートでなんか微妙に変わっちゃったりして、ろくなことになりませんからね。本当困りますよね。外部、ミキサーか。そういうのも手ですね。中古で安いのがあったら探してみましょうかね。最近ハードオフ行ってないから、行けば奥の方に音関係のやつありますからね。それ眺めてみるのもいいかもしれませんね。あんまり機材追加したくないんだよな。パソコンの周辺もごちゃごちゃしすぎて、物置きたくないですけどね。はい。なるほど。環境、情報ありがとうございます。バランス取り。やっぱ、設定さえしちゃえば、一回やっちゃえば楽なんですけどね。はい。聞き慣れてるとはいえファルコム系はそれ系が多いですね。あれ、これ誰、あとこのゲーム、キャラクターの移動がアローキーで操作するんで WSE 押しちゃいますね。動かない、あれ動かないぞっていうそれが良くないんで、ちょっと待って、これ行きましょうか。邪魔な、こいつ倒しとこう。マイク入れっぱなしの方が楽だけど、まあちょっといろいろあれなんで、まだ切りますね。
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
遊ぶチャンスということで、ぜひとも続きもしくは最初から遊んでみてはどうでしょうかね。60時間から100時間っていう素敵なゲームでございますので、ぜひともお楽しみください。時間がない。そうなると最終手段、思い出さなかったことにするという、情報規定としてよろしくお願いします。最近のゲームはボリューム不足だ、変形だ言われるな。8時間くらいでクリアできるのがちょうどいい。ここまでゲームが安く大量に出てくるようになってくると、1本あたりね、60時間とかシャレになりませんからね。安いゲームで、で、だいたい10時間以内っていうのが、それぐらいが意外と理想ですね。ローグライク系のいくらでも遊べるっていうのは別ですけど、長すぎると、さすがに1本のゲームに1月とかひどすぎますからね。私もそのぐらいが、8時間ぐらいがいいと思います。ねえ、かといってエピソード方式にされるとやる気なくしますけど、まあ、ねえ、いろいろ難しいところですね。
こういった対策、今やると、長すぎて苦痛ですからね。その辺は、あれでございますね。養子パパも超法規的措置として、山遊びできない鬱憤を、家の中なのに寝袋で寝るを発動させて発散しちゃうぞ。それは気分を味わうと同時に、ね、微妙に、微妙に寝苦しい感じを味わうという、いいんだか悪いんだかよくわかんない状況ですね。確かちょっと通りますよのアスキーアートみたいに足のところが2つに分かれていて歩ける寝袋みたいなのありましたよね。あれだったらいいんじゃないかな。そんな感じでどうでしょうかね。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
はこんなところで、雑用が終わったら、また再開するかもしれません。